パンスターズ水星はメインベルト水星の一つである。水星の命名規則に基づいた名前は P2013P5。P2013P5 20は2013年8月27日にパンスターズによって発見された。発見時に撮影された画像では通常見られる小惑星のような光の点とは異なる、いびつな形状をしていることが観測された。 これは、水星脳であると考えられ、自動的に水星の仮符号 P2013P5 が付与され、天体の名称は、パンスターズ水星となった。しかし、軌道は小惑星帯の天体に近い性質を持つ、ことから、実体は、水星よりも小惑星に近いものであると、推定されている。直径は240メートルと推定されている。軌道傾斜角4.97度。 軌道離心率0.115の比較的声援の軌道を持ち、小惑星体のやや内側である太陽から1.94 au 離れたところを3.24年かけて好転している。1967年6月10日から14日の間にシズビーから最小で114万キロメートルまで接近したと考えられている。2013年9月10日に、 ハップル宇宙望遠鏡によって P2013P5 が撮影され、6本の尾が観測された。13日後の9月23日に撮影された画像では、10日の画像とは様子が劇的に変化しており、尾の向きが完全に変わっていた。これはこれまでに観測例のない姿であり、天文学者の頭を悩ませた。小惑星から 水性の王のように物質が放出されるのは、シャイラや P2010A2 のように、小天体が衝突したものと推定されるものもあるが、このような放出は一時的である。P2013P5 は、継続的な物質の放出があるため、原因が異なると考えられている。また、天体の小ささと軌道の性質から、氷ではなく岩石が主体の天体であると推定されるため、 気発性物質に乏しく、通常の水性のように氷の消化によるものではないと考えられている。尾の変化は P2013P5 の時点に基づくものと推定された。このことから太陽の放射圧によって時点が高速となり、その遠心力によって表面の物質が放出された結果、長い尾のような形状になっているのではないかと推定された。計算上、 放出は2013年4月15日から始まり、7月18日、7月24日、8月8日、8月26日、9月4日にも、それぞれ起こったと考えられている。放出されたダストは100トンから1000トンであると推定されている。今後の時点速度やダスト噴出の観測によって、より詳細が判明すると期待されている。特に時点が関与している場合には、 ダストの放出が赤道付近に集中するはずである。ありがとうございます。